チャラレレレレレチャ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 エンジェルレーン。ということで、シュートを打つプログラムを作ってみました。この通常よりも3倍動く赤い人のおどんがボールを蹴ります。ドリブル、ドリブルは当たり前ですね。ドリブルは当たり前で、このようにパス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 、いまいちパス感出てないな。パス、こうやってボールを蹴ります。ボールを蹴るのと、あともう一つです。くらい、シュート。このようにシュートを打つことができます。タイガーショット、おいいアングル。こんな感じのプログラムを作ってみたので解説しちゃいます。ボールは友達。こちらがプログラムになります。まあ、これでボールをコントロールしてるんですね。まずサッカーボールなんですけれども、サッカーボール、おしゃれなモノノードンのサッカーボールがここにあります。ここにあります、サッカーボール。こいつがですね、実は連結していまして、これですね、動かせるもの球に連結しております。連結面は中央なので、全く同じところに重なるようにして連結をしているというものになります。なのでサッカーボールだけだと人がぶつかった時に転がりはするんですけれども、動力を与えることができないので、動かせるものノードンと連結をして制御をするということをやっております。続いてキックです。キックの方法です。ボールを蹴って動力を与えるのはどういうふうにやってるのか。まずこちら、人ノードン、人ノードンに角度センサーをくっつけてます。まあ、これによってどちらを向いてるのかというのを、常に見ているという状態ですね。で、角度センサーがですね、時計回りに角度を出力するんですね。まあ、Y 軸方向の角度なんですけれども、時計回りの角度を出してくれます、ご丁寧に。なんですが、ボールを蹴る方向の角度というのは、まあ、いつも通り 左回り、反時計回り、まあ、泥棒回りと思いますね、の角度になるので、しかも90度ずれてるんですね。90度ずれて右回り、時計回りなので、90足してさらにマッピングノードンで反転させるという、余計じゃねえや、そういう処理が必要になってきます。まあ、これで実際の上から見た平面上の左回りの角度に修正をしているということをやっています。で、角度を1、2ノードンを使って平面上のベクトルを出しています。人が向いている方向に単円1の単位ベクトルを出していると。ボールを出す方向にベクトルをちょっと出しているということですね。ベクトルを出した後にここにかけるが入ってきているんですけども、これは何なのかと言いますと、 B と A というワイヤーワープノードンから出てきているものがつながっています。各々つながっています。まあ、なので、A と B、 A か A と B のどちらかがオンになっているのと、かつここでアンドがあるので、このアンドは何につながっているかというと、触っているセンサーですね。触っているセンサーが人にくっついていて、まあ、サッカーボールが人の前にあるかどうかというのをここでずっと見ています。なのでサッカーボールを触っていて、かつ、まあ、この A と B のワイヤーワープノードンから信号が送られてきた場合は、このベクトルに対して処理をしなさいよということをやってます。で、それは何をやっているかですね。まあ、横位置縦位置なんですけれども、それに対して P をかけて XZ に渡していると。で、 XZ は何かというと、こちらの動くものノードンのXYZ につながっているので、実質ベクトルを出してまあ、人が向いている方向にベクトルをちょんと出しておいて、
この P から出てきている倍分ベクトルを伸ばしてあげた方向に、要はスピードですね、動力として動くもの濃度に与えているという処理になります。というのが動力の与え方です。要は人が向いている方向に対して、パワー分、何かしらこれ後で説明するんですけど、このパワー分の動力を動くもの濃度に与えてます。でその与えるタイミングっていうのは、触っている時と人がボールに触っている時と、この何かしら A と B から信号が送られてきたタイミングっていうふうになります。じゃあこの A と B と P って何というところになります。こちらです。こちらに入り口が A と B と P があります。何をやってるか、ボタンノードを使っています。ボタンノードを押していたらずっと、 A ボタンを押している間ずっとです。押した瞬間にフラグがオンになります。フラグがオンになって、まあ、押したよ、押している状態ですよというのをここで検知しています。で離した瞬間に、まあ、ノット0なんで0から1に変わるんで、0から変わった瞬間なので、A を押した時ですね、押した時にこれは押していたらずっとなんですけれども、フラグを立てて押している状態であるというのをここでずっと見ています。で押している間何をやっているかというと、まずこのフラグ、押している間フラグが立っているので、フラグが立っている間、このカウンターノードですね、カウンターノードをに1ずつどんどん追加しています。で続きこのマップマッピングノードンで、まあ、カウンターが1から1000なんで、あ、0から1000なんで、0から1000のマッピングを0から 0.99 にしています。というマッピングノードンを通して、こちらのマーカー1000ですね。マーカー表示1000のマーカーに値を入れています。まあ、なので、英語で教えてこうやってマーカーが動いていくっていう感じですね。で、マッピングノードン1にしてないのはなぜかというと、ちょっとこれ、原因がよくわかんないんですけど、これ1にしとくと、最後ですね、このスポイトノードの値がですね、なぜか0に戻っちゃうんで、ちょっとここだけ 0.99 にしています。まあ、これで、まあ、ボタンを押している時間によって、処理を変える。要はパワーを貯めるような。まあ、A ボタンを押すと、キックパワーを貯めているというイメージですね。こんな感じで。で、早めに離すと、こちら側のスポイト。じっくり貯めるとこちら側のスポイトつながります。こっちにかかってきて、このかけるを通して A と B に値が渡るというものになります。でこれは何とつながってるかというと、ボタンを押しっぱなしにして離したらという信号をここから送ってます。 A と B は何を送ってるかというと、この A の方は早めに離した方の信号が来てるんですね。まあ、早めに離した時、要はね、離した時なんで、A の方は、まあ、パワーをあんま貯めてなかった時に A から信号が行く。で、B の方はこっち側なんで、パワーをいっぱい貯めたら B から信号が行くっていう風になっています。まあ、この差です。要は、ボタンを、パワーを A ボタンを押して離した瞬間に A と B のどちらかからが信号が送られます。で、その信号は、パワーをあまり貯めてなかったら A、パワーをいっぱい貯めてたら B という風になっていると。で、P は何かというと、このカウンターの値が P から取り出されるようになっています。それを見てもう一回見ると、A の方、あまりパワーを貯めていないときは、このまま X と Z に対して P をそのまま与えているだけです。なので、まあ、地面を這うような。要はあまり、で、P がカウンターノードの数字なので、パワーが溜まってない状態の、まあ、緩やかな数字。緩やかな動力を、地面に沿うような平面方向に対して与えているということになります。B、パワーをいっぱい貯めてた方は、まあ、エフェクトだなんだかんだ、まあ、時を止めるノードでちょっと演出をした上で、いっぱいパワーが溜まってるカウンターノードの数値を XZ に与えつつ、こちらですね、Y 方向、上方向にも定数25を与えているので、まあ、上方向にもボールが飛ぶようになっているというものになります。まあ、こんな感じで。シュートが。で、まあ、シュート可能になると煙が出るんですけど、これ結構飛んでっちゃうんですね。もうボールが友達なんで、他に友達がいないんですよ。こんな感じで。まあ、ちょっとこう、パスがね、まだ弱いんですけど、改良の余地があったりはするもの。シュートだ！いいねー。こういう感じで、
シュートを打つプログラムができました。まあこの辺パラメータをいろいろ変えれば、まあバナナシュートであったりとかもできるんじゃないのかなと思いますので、プログラム ID は公開しますので、皆さんぜひ改良して、まあサッカーゲームなんか作ってみるといいかもしれないですね。ぜひ、活用してみてください。プログラムを上達する第一歩目ですね。とっかかりは、まあ、一から自分で作るんではなくて、人のプログラムを改良するっていうのが、とっかかりとしては一番最適だと思うので、ぜひダウンロードして、まあ、改良してみてください。なんかこう、面白いサッカーゲームできたら、皆さんの面白いサッカーゲームのお手伝いができたら嬉しいなと思いますので、ぜひとも活用してみてください。いやー、このプログラム改良してサッカーゲーム作りたくなったという方は、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。質問も受け付けておりますので、コメント欄、あとは概要欄にツイッターのアカウントを貼ってありますので、ツイッターの方からも質問を受け付けておりますので、皆さんよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。チャラララララララ、チャ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 ン、チャラララ。